ちは。つくば市矢田部女性部です。私は女性部部長の岡野孝子です。吉場茂子です。寿司尾田博子です。渡辺久子です。よろしくお願いいたします。つくば市矢田部女性部は健康で長生きしてもらいたいとの考えから昭和57年から地元の米、大豆、あら汁を使った味噌作りが始まりました。発酵食品の味噌は昔から毎日の味噌汁は健康には欠かせない食べ物だと言われております。手作り味噌には地域の皆様にも大変喜ばれております。矢田部農協直売所矢田部で販売しております。家の光1月号に私たちの味噌作りの活動が紹介されました。本日味噌を使った地元の野菜たっぷりの豚汁と味噌ピーナッツを紹介したいと思います。野菜たっぷりの豚汁を紹介したいと思います。材料は4人分です。大根 300g、 いちょう切り、人参 60g、 輪切り、ごぼう 80g、 斜め切り、里芋 300g、 皮をむいて半分、こんにゃく 100g、 薄切りです。作り方を紹介します。水にだしの素を入れ、煮立ったら火を止めます。はじめに大根を入れます。このまま15分煮ます。15分経ちましたので、まず肉を入れます。次に椎茸を入れます。舞茸を入れます。じゃあ蓋をします。煮立ってアクが出てきましたので、アクをすくいたいと思います。で、材料もだいぶ煮えましたので、ここで味噌を入れたいと思います。煮立ってきましたので、最後に小松菜を入れたいと思います。野菜たっぷりの豚汁の完成です。2品目は味噌ピーナッツを紹介いたします。材料です。落花生 200g、 味噌 70g、 砂糖 100g、 みりん少々、油大さじ1杯。作り方を紹介します。フライパンに油を入れます。落花生を入れます。
みりん、砂糖、それから味噌です。火を止めて、切った落花生を混ぜ合わせて完成です。ピーナッツ味噌の完成です。つくば市矢田部女性部で作った野菜たっぷりの豚汁とピーナッツ味噌です。どうぞ召し上がれ。